ご隠居村工事2日目スタート。ちょっとやばいことになっちゃってね、ドコモのギガがもうあんまり足りない。あと6日ぐらいかな。あのね、昨日な、僕よう思ったんだけど、昨日一日作業やって、コーヒーを一杯飲んだだけやろ。あれじゃない、もうちょっと水分取らないと。体がだるいから。そんな疲れた体にキューピーコアゴールドアルファプラス、これを飲めば元気になる。すいません、あのこんなフックがついた、なんか網かごみたいなのないですかね。これがついてます、ね、あ、フックついてる、はいはい、あ、ありがとうございます、すいません、はいはい、ありがとうございます。竹を切って下に引く準備からね、始めないといけないんで、ちょっと大変だけどね、皆さんよろしくお願いします。竹掛け、竹で竹掛けかけた、竹掛けかけたのは竹掛けた、竹掛けて、枝豆さん連れててもやだね、竹掛けてしまった、竹掛けて、竹掛けて、竹が掛けたのよ。ありがとう。木を見て森を見ずさん、ビッチジーンアットマークさん、カチンコを3個プレゼントしました。ちょっとね、今日はカメラワークをちょっと変えていく。神の日、木を見て森を見ずさん、をすごい、枝豆さん、カチンコをプレゼントしました。お取りください。ラジオ体操第一、それでは調理始めます。枝豆です。皆さん、おはようございます。ね、おはようございます。サンディーさん、足元良いか。本日はですね、午前中雨が降って、見ての通り地盤抜けるんでますんで、十分注意してね。映画監督がキャッチングしました。フリーライフさん、11時30分だと、滑ったりんで十分注意してください。サンディーさん、おはようございます。それとですね、コタコタアットマーク答え、モンさんおはようグルト、枝豆さん、社長のお言葉です。マーさん、ご安全に。足元をね、足元、今日は特に足元を注意してください。いいですか？はい。それではいきます。足元注意は良いか？足元注意よし！ご安全に！ありがとうございます。ご安全に。マーさん座るんかい？はい。こうするなら、現場っていうものはね、ラジオ体操と朝礼が終わった後は各班に分かれてまず一服なんだ。アラジンチャンスさん、カチンコを3個プレゼントしました。だからどうせイベントが終わったら家帰るんだろうとか、そんなことを僕に言うても分かんねえから、もう僕は自由だから、その時やりたいようにやるの、帰りたいと思ったら帰るし、ここで住みたいと思ったら住むし、分かんねえよそんな。午前中はこれ切って終わろう。午前中はこれ切って終わりだ。ヒデオさん、ああ、全国に支部作ってんの。支部作ってるよ。今、北海道のご隠居、北海道のコンテナハウス、福島県の炉端ご隠居ハウス、支部として大阪の岸和田で名古亭、あと岡山のご隠居ハウス、福岡のご隠居村、5つある、今。5つあるって言っても、まだ作ってる最中だけどな。までの作業、竹7本切断。暑いね。
ちょっと長めの休憩取ろう。長めの休憩。あのね、休憩言うけどね、あ、この切った竹をまずここに並べる。な、僕自由人だから。はっきり言って。自由人。わかる？君たちもやってみたいだろ、ご隠居村。初見です。あなたが両津勘よしさんですか。君たちもやってみたいだろ？君たちもここ来て遊んでいいんだよ。様年次マイナス155万3いいね。いいね。をプレゼントしました。ありがとう。そんな仕事じゃないから、やりたい人だけがやればいい。やりたい人だけがやればいいんだけど、基本的に保護メガネとか、まあ、保護メガネと居抜き用の、あれをしてない人は、作業はできませんので。匿名ただの映画好きさん、ロケット花火をプレゼントしました。ロケット花火？カチンコじゃねえか、嘘つくな。お前らの方が俺のこと詐欺しちゅうけど、お前らの方が詐欺しやろうか、カチンコだろうか、ここまで来たらおめえロール返せ。野田てるさん、俺の祭りの後輩は俺のことをしげちゃと呼ぶ。匿名ただの映画好きさん、パチンコを3個プレゼントしました。ちちゃさん、ビキニに着替えようぜ。三色そぼろ弁当。基本的に全国のキャンプ場回ってきたらバイオマストイレっていうのがあって、北海道とかな。あれいいなと思って。ご隠居、今日から、ムーンっていう会社を立ち上げたから、ムーンっていう会社を立ち上げたから、そのムーンの、誰かをここに呼んで、ベストフレンドときちゃん3回。野野さん、やる気なさそうだな。 W 休憩だろうが。タイヤまで埋めとんだぜ。タイヤかなりあっこに埋めてる。これ油、ミッチーさんバーガーをプレゼントしました。油がついてる。枝打ちして、竹を並べる。チーコさん、なんとか3位になりたいね。これからその作業入るから。プンさん、こんなところに。こりゃちょっとあかんな。思ったより大変。アラジンの穴などは内緒だよ。堀江さん、数ヶ月に1回はちょっとわからない。ご隠居の、まあ、福岡の拠点だよ。うん、ご隠居村で、みんながここ来て楽しく遊べばいい。ただそれだけ。公園みたいな感じだよ。公園作ってんだよ、ご隠居村っていう。明日はこっち側を、こっち側を綺麗する。こっち側をな。こっち側をもうちょっときれいにして、バスを作る。こっちのバスを作って先送って、とりあえずこっち側に、道側のギリギリのとこに、あれを置く枝を。帰ろう。それでは終わります。カチカチさん、役をしたお菓子にすればよいんだ。カチカチさん、踊れよ。さあ行こう。体力で筋トレした後は何？筋トレした後は何？筋トレした後はザマス。アットマークご隠居さん、ザマス。ザマス。これ何がいいって、ブルー
ベリーミックスで美味しい。それじゃあ一旦ここで終了します。ありがとうございました。おつおつ、バイバイ。ありがとう。はい、今回の動画はどうでしたか。よければグッドボタンを、チャンネル登録はこちらまでお願いします。